段違い平行棒サドレンコーア高いですね、イエーガー飛び越しから、ね、はい、下回行してもまだ倒立近くに残ってますからね。さあもう一回離れ技、ギンガーでした。さあ車輪から後方抱え込んでの2回宙返り寄りです。暑いですね、まあ、もう特によく思うともっと言ってしまうとあれだけ高くてあれだけ素晴らしい離れ技をしてましたらただの2回宙返りだけで降りるのはもったいないと、そういう気がしますね。あれもう1回ひねる、そうですね、ムーンサルトもだいぶ出てきてますので、はい、そういうところまで持っていけるともう特に素晴らしいと思いますね。高いですね、画面から消えてしまいますね。本当ですもんね、はい、もう一つ離れ技はギンガーが入りました、はい、これです、はい、後方宙返りひねり懸垂、今年の圧力からもやはり離れ技もだいぶ重要視されるようになりまして、同じそのバーの高さで回る、あるいはその以下で回るというのはもう格下げと、何度格下げというふうに厳しくなってますからね、どちらかというとこれまで世界的には無名でした、はい、サドテンコーは得点 9.9